はい、オラータパスです、今日も仕込み動画で、野菜のブイヨン、まあ野菜のクールブイヨンって言って、まあいろんな料理の下味というかベースになるスープを取っています。まあそれをちょっと順を追って説明していきますのでご覧ください。材料は基本的にはまずはセロリ、そして玉ねぎ、人参、あ、見ないね、人参、あとは長ネギの先、それ以外はちょっと使ったまに使ってるというか、まあこういった椎茸のね、軸とかマッシュルームの軸、そしてまあこれはね後で、これはねパセリの軸ですね。それ以外にも野菜があれば、一緒に入れていきます。まずは細かく刻んでいきます。細かく刻んでいきます。刻むことによって表面積が増えて、これからこの後炒めるんですが炒まりやすくなるということです。そんなに刻み方細かい気にはしていませんが、まあある程度の細かさにしていけばいいかと思います。もちろん野菜は、全て洗ってあります。香りの強い野菜、例えばセロリとか、あと色が出やすい野菜、まあ人参なんかのをあんまり入れすぎるとスープの味が偏ったり、まあ色が悪くなったりとか、まあ、スープの使う用途にもよるんですが、使う野菜のバランスよくということを、少し心がけてやっております。
基本的に仕込みとかで出てきた端材なんかの野菜は貯めておいてスープに回していきます。炒まりましたが、白ワインを水を入れます。このサイズの鍋で今やるんですが、現在はこれは4リッター水を入れました。でこれはローリエの葉、ね、ちょっとバラバラなんで何枚っていう数は取りづらいですが、そしてタイム、これはパセリの、そしてね、ちょっと洗った昆布ね、これもね、1枚入れます。沸騰するまで強火にして、沸騰したら弱火で、1時間ゆっくりと煮出すということで、野菜のクールブイヨンというのが完成します。シノワをセットします。で完成したスープを